え、別館なんですけどね、はい、ね、今日まあ一応15日っていうなんとね、昔は成人式の日だったっていうね。そうですね、成人の日って言ったら1月15日ってもう、うん、だいたいイメージあったでしょ、ね、でも今どんどん変えちゃってるんだよね、都合でね、まあ休日にするとかね、はい、あのいうことなんですけども、まあ皆さんね、まあ近いついこの間成人式を迎えられて過ごしたお二人ですから、はい、そうです、どんな成人式だったかなと思ってね。浅野さんの場合はどうでした？成人式。そうですな、うん、忘れちゃった。もうついこの間のことだったから忘れるような、思い出せない。かもしかして。でもちゃんと成人式は行きましたよ。行ったの？うん、あの出身の学校でみんな集まって、うん、もうちょっとね目立つね、振り袖。うん、自分で行ったんだ。真っピンクの。真っピンク。桜。意外。ねえ。ねえ、意外です。写真持ってくればよかったね。あ、持ってくれたな、本当な。ドピンク。ドピンク。うわ。でも、あのちゃんとあの品のいい桜でしたよ。あ、そう。そうそうそう。あの当時は帯は黒で。湘南のなんとかとか姉子とか言われてました。そんなことはないですけど。まあでも割とね、なんか20代の頃から姉さんって言われてましたね。うん、え、なんか暴れ回ったりとか、そうないですないです。真面目な、あの、はい、真面目な女の子でした。真面目な女は本当に真面目な女のピンク。だって高校だって真面目な進学校ですよね。湘南、あの今ここにあの私の P が、はい、ちなみにあの井上プロデューサーと私は同じ高校出身です。そう、高校名前言ったの？言いません。なんで言わないの？その社長がロケ行ったところです。あれ言ったよな、あれ湘南高校だったら大磯高校だったから、うん、まあ、いや、なんかそういうところでね、はい、ちょっと使わせてもらったんですよ、井上の、ね、あのあれ借りてね、井上ピンね、うん、海岸でね、あのいろんなことを悪いことやるっていうかね、青年たち二十歳の頃っていうね、あれで脚本監督で三人娘がね、いろんなことをやりながら、今から見るととても恥ずかしい失敗作だったけど、逆に自分で脚本書いて自分後で失敗して、すげえ失敗作って、なるほど、ね、失敗作っていうほどじゃないけどね、でもね、ちょっとね若気の至りというかね、ちょっとまだ遊びすぎてる、うん、遊びすぎてもいないけど、本当にあんまりちょっと気に入らない。大体だってあの何でか演歌ロックって言ったの、あいつ演歌ロック、これどうなんだ、あの歌い手坂本冬美ちゃん、違う違う、もっともっと違う違う、あの ロックだけども、あの、うん、なんか18の時ね、15の時、はい、浜田翔吾、浜翔を何曲も中に使って、あ、いいじゃないですか。今から見るととっても恥ずかしい。なんで見たいそれ、何っていうのはな、大好きです、大好きです。と、あの時は、あの時は私もいいと思ったんだ。いいじゃないですか。振り返るとダメ、いや、振り返る、いや違う、その時ね、ちょっとあのそれを紹介してくれ、私のね、自分からなんじゃないんだけど、あの女優のね、金島節子さんっていうのがね、浜島さんと友達でね、それで、そうなんですか、俺いいからちょっとつってね、テープとレコードもらったのかな、それで聞いて、まあ、おお、なかなかちょっとね、うん、演歌ロックっていうかさ、はいはい、古いね、人生ロンロックみたいなね、地方から出てきた人がみんな聞くやつ、この湘南の横須賀湘南系の横浜系とはちょっと違うね。そう、この街を捨てて俺は出ていくみたいな、そういう歌が多いですよね。ジェイボーイとかさ、ジェイボーイがね、今でも気持ちが流行りますよ。あれを見るとなんかちょっとカーって感じでね、恥ずかしいっていうね。社長の成人式はどうなんですか？社長の成人式はもう単なるあの、ね、ストライキやったらなんかお騒ぎしてるからそうか、そうなんだ、なるほど、もうあるよ、なんかもう、もうなんか時代背景が文学部のだいぶ違いますな、他のところ全学部全部あれだったんじゃないかな、あのヘルメットヘルメットじゃなくて、あの、うん、バリケード封鎖っていうかね、だからみんな学校にも行かない、みんなで酒飲んでるとかね、あ、そういう成人式とかそういうものに対しては全くそういうものはそうでしょうね、うん、で、あの時は髪の毛だってことね、床へ行かない、みんな全員みんな長いんだよ、私だってそうだったんですか、自分ですきばさみだけでチャカ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 やって、それで住んでたの。ロン毛社長、ロン毛だってロン毛ってだって知れてるけど、でもこの辺までねやるな、みんな長いのが当たり前だったの。キャーキャー、もうちょっと見せたかったね、この江口洋介みたいな感じですか。江口なんかもう江口じゃないね、あまりの
ね、足長兄ちゃんと言われて、それは言われて、足長いイメージなんなんだっけ、お尻も多いんで実は、そうなんですか、尻はアップしてるしね、それでもう油がまだ昔より少ないから、ないから、まあ、70、うん、そうね、72、3キロだ、2キロぐらいかな、卒業の時、そうだ、じゃあ今の半分くらいお前は食い始めるぞっていう72キロって、ね、それも140キロじゃ150キロぐらい、失礼しました、最後に体重測ったのいつですか、去年でしょ、去年の秋、いや夏夏恐ろしくて社長にも怖いものあるのねいや、体重計が壊れたんじゃないかと思って、それから乗ってないんだよ、あだって夏からどのくらい時間経ったの、忙しくてさ、ね、あのよくスポーツクラブ行ってたじゃない、うん、ね、あの朝のに勧められてさ行ったじゃん、なんとかやめちゃったし、ゴールドジム、ゴールドジムこんなやつばっかり気持ち悪くてさで、あの三軒茶屋の近くのね、はい、あそこで行ってちょっとこれで泳いでたんだけど、プールもでその時はどうしても体重測らざるを得ないんだよ、ね、うん、で見てたんだけど、そこ行かなくなってるの今ね、あの怖い、うん、怖いです、まあその話はいいとして、もうじゃあ半年体重測って、ね、あんまりあのとにかくなんだ成人式なんみたいなね、うん、そういう感じの、ね、なんかね、ふてぶてしい、うんうん、やつだったから、うん、で大体そういう服装もなかったしね、うん、袴は着なかったんですか、そんな、なんそんな袴はないから、ね、学生服だね、我々のまたね、あの格帽かぶってさ、格帽ね、我々が最後の、あのよくあるじゃない、こう噂の格帽みたいな、でその学生服着てっていうのが福ちゃんみたいなやつ、そう福ちゃんがね、そうかそうか、下駄は、下駄は、下駄は私入ってたよ、1年第1年生の時は、本当にいたんだ、いたんだね、そういう学生、いたんだって、それあの時はまだ時代にいたんだよ、学生服着て、だから私その時はちょうど空手部入ったからさ、下駄はやっぱ便利なんだよ、あれ本当に、あの気持ちいいしね、夏はね、うん、靴なんかよりも、うん、釜やつ、まあ、いや学校には行かなかったよ、さすがに、さすがに学校はそんな下駄なんか履いて行かないけどね、へ、で帽子もかぶらない、もちろんね、みっともない、うん、みっともないさあ、じゃあ一番、まあ、一番でも最近だよね、さやがね、昨日、成人式、昨日のことのようです、昨日のことのようですね、まあちょっと一昨日のことぐらいにしてもらうとね、はい、まあ同じようなものだけど、でも本当にね、うん、あの写真見てもね、ちょっとあんま変わんないと思うね、前の方が、ま、ちょっと丸かった感じですよね、こんな、うん、でもそれも可愛かったんだけどね、パンパンでした、顔パンパンっていうね、うん、はい、顔パン、顔パン、はい、そう、はい、分かんないあでもちゃんとやっぱり振り袖を着て、着て、そう、それでママとはね逆にシックな感じの、シックで、あの黒、赤地に黒みたいな、なんか、それなんかのペンキ投げつけたりとか神奈川県でしたけど確かに、確かに16号線沿いだから結構、結構なんかいろんなやりそうなね、結構あれですね、 VVV なんて音までそうそうそう、ビーンビーンビーンってこうやってる人たち、神奈川県はね、ブラックエンペラーとかな、ブラックエンペラー、いや、こっちはだってマリアトーなんだよ、ロケやった時ね、あのそのフジテレビのね学園危機場ってそういう中でやった時、はい、あのミスタースリムカンパニーって昔やったんだよ、あのそういうロック 劇団なんだよね、うん、それもロック劇団で、歌とあれを、そうだよね、浸水三条とか、ね、なんかいろいろいたんだよね、でそれを全部使って生徒にして、うん、あの、教師にぶん殴られて鼓膜破られてっていうような、その事件をもとに脚本書いて、でそれで種子島にロケに行ってね、その時だからその中の今まだ役者やってると思うけど、そいつがブラックエンペラーの八王子エンペラーの頭だったんだ、それで大井ふ頭で、大井ふ頭ね、そう、16号でつながってもね、そのロケやって、だからちょエンペラーちょっとエンペラーでお前のところねあれ連れてきてくれって言って、本当に来てもらったの、でその代わりあのバンバンやって逮捕されたら、ね、この番組自体が全部飛んじゃうからね、フジテレビでもオンエアできないから、ね、そしたら本当に40キロで異様な格好したのね、暴走族の昔の、はい、あれ40キロでみんなとっとっと一列とっとっとっと笑っちゃった、一列で礼儀正しく40キロだよ本当に警察もさあのこれじゃ捕まえようがないですもん、いや見てたんだよ、みんな笑い出してさ、でブイブイブイなんてやってさ、その撮影した後
で終わって、あ、ご苦労さん、助かったよと、うん、やっぱりさすがだな、運転もらしくてさ、何言ってやったらね、いろんなことやってくれたら、よかったっつって、帰り道はまた悪いけど、そのまま40キロで帰ってくれって、分かりましたって、かわいい。かわいいね、みんな。ねえ、かわいいですよね。何をやってるの、かわいいんだよ、あいつら。みんな結構、人らしくって、悪いのもいるけど、みんな、鉢巻きしたり、変な格好してる連中が、みんな、でっかい旗持ってね、それで40キロで、一日で帰ってったって。本当に、まあ、今でもあれちょっと感動するよあれ、まあ、いいやつらだったなと。そうなんですよ、まあ、こういうやつに限ってまっとうな人もいいんだよ。そういう人たちが意地悪くないんだよ、みんな。そう、みんな早めに結婚して、みんな子供なくさんで、ね、いいお父さんお母さんになってるんですよ、地元でも。そうそうそう、そうなん、ね、立派なんだ、みんな。その息子たちが今暴れたりして最近でも暴れてないんじゃないの、いや暴れてました、暴れてたよ今年もね、暴れて、このコロナ禍で神奈川県暴れてて、だから私はねやるなと思いました。あの、ね、やるのはいいと思うんだ。だから私は何が良くないかっていうと、うん、大人の世界を知らしてやらなきゃいけないから、うん、みんなぶっ飛ばしてやってもいいんだよ。そうです、ね、痛い目合わせてやっても、騒いだやつはみんな、うん、殴ったり、ね、ボコボコにしてやるね、ね、おめでとうって、この痛みがこれからの青春のね、うん、大人の世界だ、大人の世界はこんな甘くねえからバーンバーンと殴るたびにね、うん、そうそう、そう、通過儀礼じゃないけどね、通過儀礼でね、そう、猪木さんとか呼んでこうやって、うん、まだいっぱい、べっちゃん一発だからねでもなんで一定数いるんだろうね、毎年毎年ああいう子たちが、いますよ、まあ、でもあれ、ああいうのかっこ悪いよって必ず後で思うのに、うん、あ、そう、思わないのこの、思わないの、ダッサいよ、いや、一番良くないのは、誰かが言ってやんないと、一番は痛い目合わせてやらなきゃいけないってことよ、うん、やることはやらせてやった方がいいんだよ、うん、やるんだから、うん、若いやつは、うん、ね、だけど それ痛い目って、そういうの勝手なことやったらボコボコにされるよっていうね、うん、それも教えてやる、うん、ね、大いにやれって私は言いたいね、うん、だから私はあの、なんだか戸塚とスクール形式の方がいいと思ってるから、あ、ね、思い切ってぶち殺してやるって怒りをね、本当に出して、ね、うん、こうやってやった方がね、だから大人の世界見せてやらなきゃいけないから、警察も機動隊とかそういうのはね、もうやるとしたら本当にもう徹底的にねぶちのめすって。だけどあのその時ね、はい、ブラックエンペラーじゃなくて長寿エンペラーのね、うん、の来た時、そのあの警察のやつが来ててね、もちろん当然で、いやね、最近のね、あの暴走族がね運転下手だから心配なんですよと追いかけると下手してみんな死んじゃったりするからね。なるほど、昔のね、あの最初の頃の暴走族は うまいから老人入ったりなんかしてね、めちゃくちゃうまかったから安心して追いかけられたけどね、今本当にあの死んじゃうからっていうね言ってたね。まあ今どうなってるのか知らないけどね何事も暴走族やることはいいですからね、怒りをこう、あの世の中そんな甘くないってことだけを大人が教えてやらなきゃいけない、うんうん、やっぱ社長、ね、演歌ロックだよ、そしたら演歌ロックだね、うん、浜翔だ、浜翔だよ、浜翔ってなんかどっかのあのアメ横のなんか店みたいな浜翔ですなんで、ね、割引がし、値引きがしません、なんで浜翔ディスるんですか、浜翔侮辱しないでください、いい曲、いい声なんだやめてよ、はい、皆さんその浜翔意外と好きなんだ、女性は好きですよ、あ、そう、じゃあ私もだからいいの選んでたんだ、じゃあね、うん、いいと思う、あの当時はそれなりにいいと思ったんだ、そうそうそう、で私そういうね、そのわけの分かんないの、なんか墓場の前で死んでたやついるじゃないのひどいお先言ったのねひどいですか、おやりだからなんでか、なんてことを、ロザリーヌじゃない、なんとか15の夜、卒業、お女の名前がついてるんだろ、僕はローラ、ローラそれは秀樹です、それはローラは秀樹なんてない、それは秀樹、尾崎優香なんか、あ、シェリーだ、シェリー、はあ、シェリーの歌をね、はあ、どこがロザリーヌなんだよ、カズマが送ってくれてね、聞いて、おお悪くないじゃないけど、僕は正直だったか、僕は何だかだったかね、僕は優しかったとかね、ロザリーヌじゃない、怒ってる怒ってる、尾崎優香をパンにするないや、何してるんじゃないんだよ、あ、でも気に入った頃はね、はい、あれやったわけだよ、ね、使ったんですか、いや、買いはしなかった、もらっただけだよ、ね、テープをね、だからやっぱりそれはね、いいなと思って名前したんですよ、まあ、視聴版をもらったのなのかな、まあいいけどね、はい、まあ、というね、いろんな人からこう音楽っていうのはね、はい、あのいろんな意味で素敵ですよ、やっぱりその一曲で生き直すことできるしね、はい、タイムスリップできるし、昭和いいですね、特に、ね、昭和いいですね、はい、はい、はい、昭和枯れ続きを今度はまたちょっとね、どっかで歌ってもらったら貧しさに負けた
そう、その高い、その左声がすごくいいね。どこからどう、ね、声を出してるのかっていうような、ね、確かに高い声で出してて負けた、はい、世間に負けた、そこの街をつってね、もう閉めていいですか、はい、閉めましょうね、はい、ということで、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。